なんだか表だって小西議員を援護している立憲議員が原口さんだけってのがすごいよな。正常な判断能力がある人は表だって応援できないってことなのかしら。皆さんこんにちは、ハンネです。本日は2023年6月5日ですね。で、この動画では立憲民主党小西博之議員にまた原口和弘議員がエールを送っている件を皆さんと鑑賞したいと思いますので、あー、この応援はいらんわ。 と思われた方はぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。また単純に動画が面白かった方もぜひ高評価ボタンだけでもよろしくお願いします。では今回の目次はこちらです。で、立憲民主党の元参院憲法審査会筆頭幹事であり、衆院憲法審査会に対して私からすると全く意味不明な批判を繰り返し、およそ、あ、 この人憲法についてまともな教育を受けてないなと私が思っている小西議員ですがその小西議員に対して月刊花田で維新の馬場代表が小西議員を許さないと書いているというコメントがなされたんですねそれに対して小西議員が5月29日にこのような形で維新の会への批判をしていますね以下引用ですそうだったのですか私は5月3日以降馬場代表ら維新の衆院憲法士の主張が「 憲法と立憲主義に反する空前の暴挙であり、憲法論議とすら言えないと公然と批判していますが、何も言ってきません。乙北政調会長に9条の党解釈を問うても逃げるだけです。花田で党吠えとは情けないですね。以上ですね。で、まあ、馬場代表と小西議員は少なくともこの数ヶ月、揉めてる感じですね。 衆院憲法審は去るという発言をしたことが報じられた小西議員は、その際にマスコミへの異常とも思える対応も披露。その結果、4月11日に幹事長からの注意を受けます。まあ、正直言って、この処分がしょぼすぎて、小西議員がその後に暴走を続けていることは、これまでの動画でもお伝えしてきました。 また、小西議員が4月11日に注意を受けた際に、小西議員自身、なぜかマスコミの陳謝等はどこでもやってないと思うんですが、衆院憲法士に対しては、ツイッター上で反省するツイートを投稿します。ただ、この際に皆さんもご存知の通り、維新の馬場代表のもとに小西議員が謝罪に行ったという話なんですが、その際にアポイントを取ってなかったために、事務所に馬場氏は在籍しておらず、 その場にいた秘書に例のツイッターでの謝罪文をプリントアウトしたものを置いておくという暴挙がなされたと馬場さんは説明していますね。そのために舐めてるのかってことで、また馬場代表は怒ることに。ちなみにこの件については小西議員は6月1日に、そのうちきちんとご説明しようかと考えていますが、維新の馬場代表の 小西は Twitter のコピーを会館事務所に持ってきただけという主張は事実に反する私に対する誹謗中傷なのです。その証拠に同様に私が赴いた他の衆院憲法審の会派の責任者の皆さんで「こんな批判をしているのは馬場代表だけです」とかおっしゃってますね。 まあ、馬場さんの発言が全て正しいかどうか私には分かりませんから、小西議員の言い分の方が実は正しいという可能性もあるのですが、その証拠に同様に私がもむいた他の衆院憲法審の会派の責任者の皆さんでこんな批判をしているのは馬場代表だけですという文章を小西議員が書いている時点で、 小西議員の論理性には問題がある気がしますね。だって、馬場さんのところでやった行為が他でなされていたかどうかわからないじゃん。他の事務所では全員議員さんがたまたま部屋にいて謝罪ツイートスクショなんて手渡す必要がなかったけど、馬場さんのところだけは本人不在だったから特殊なことをしたということも考えられるわけで。 ですから、まあそこら辺まで含めて何らかの説明がなされて納得できたら私も意見を変えることになりますが、現状、小西議員の説明は意味をなしてないですね。まあ何にせよ最初にご紹介した5月29日のツイートでも相変わらず衆院憲法審を 憲法と立憲主義に反するとか意味不明なことをおっしゃってますが、どうも最初のツイートを見てる限り、俺が挑発してるのになんだリアクションをしてこない維新が、花田では何か言ってる、何かいちびってるね、みたいなことを小西議員はおっしゃってるのかしら。で、まあ正直言ってそもそも小西議員が憲法史の議論について自分の考えばかりにこだわって、もはや別の目的でもあるのかなって思うくらい、 衆院憲法士のことを馬鹿にしてるがために暴走してるように私には思えるのですが、そんな小西議員のことをずっとかばってきたのが原口議員だったんですよね。多分、原口さんだけかな。 で、小西議員が処分される前でも、例えばこちらは4月1日の原口さんのツイートですが、小西を守れ負けるな、小西原口和弘国政の視点ということで、小西議員を応援している動画を原口さんは公開しているようですね。YouTube 版されたっけそして先ほどの維新への批判を込めた5月29日の小西議員のツイートを原口さんは引用ツイートしていますね。以下、引用です。小西さん、いつも大切な活動ありがとうございます。心から応援しています。 コニーさんは親切な頭のいい人の話し方をしています。豊富な知識、確かな理念、そして相手に全てを伝える親切さ。しかしそれが時にあだになっています。今の情報量の10分の1にしてみてください。聞いている相手に伝わります。そうすれば一人でも多くの方にコニーさんの主張の正しさを理解していただくことが今よりさらに可能になると思います。あの時、アダジさんにコニーさんの応援を頼みました。 彼はこれが限界ですと言いながらも私の頼みを聞いてくれました。男気を感じました。小西さんも男気あふれる人物です。そこが好きで僭越ながらずっと応援しています。私も今日で悪性リンパスとの戦いが節目を迎えました。今でも普通に国会議員の活動をこなしていますが、いよいよギアをトップに入れて頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。以上ですね。まあ。 小西議員は情報量を減らせっていうのはちょっと理解できるかな。最近でも自分の考えをだらだら話して、どこがポイントかよくわからないツイートをしていますからね。しかも、まあ私もブロックは対応しますが、小西議員も4月以降ブロックを多用しているようで、最近の小西さんのツイートの返信欄には、小西さんに賛同するツイート割合が多くなってる気がしますから、ちょっと一般的評価がわかってないのかも。まあ俺も気をつけないとね。 で、まあ、それが親切な頭のいい人の話し方なのかは知りませんがね。正確性を重視するがために細かく書きすぎってことなのかしら。しかしながらもっとわかりやすく書くことは可能だと思いますけどね。私も小西ツイート解説動画とか作ったことがありますが、解説聞いてやっと意味がわかったって言ってもらってますし。 てか、まあ、小西議員もツイート内容がひどいと思いますし、まあ、小西議員の場合は、ツイート内容が誰かへの攻撃ってことが多いからな。そこを直さないとダメでしょうね。そして、原口さん、あなたが言うかあなたの場合は、ツイート内容がポエムってるので、何を書いてるのか意味不明だったり、また、引用であることを示さずに、勝手にどっかの文章を転載してきて書くから、原口さんの意見がどうかすらよくわからない。 それに前回動画でお伝えしたようにデマを平気な顔で拡散してそして炎上したら何ら説明もせずに消しちゃう,う。自分のことを伝えられてない原口さんが小西さんにアドバイスとかカオスすぎる。 で、まあ、いつも言うことなんですが、議員の率直な声を聞けるツールとして、議員が自らツイッターを使ってくれるのはありがたいんですよ。そして、本人アカウントのツイートは、ソースとしても価値が高いものであって、従って有権者にとってはありがたいツールです。しかし、原口さんは、およそまともとは思えないソースを引っ張ってきて、ツイートをしたり、デマ拡散がひどすぎる。また、小西議員は、自分の意見と異なる人を馬鹿にしすぎて、また、相手に対して挑発行為 行行ったり異常行動が目立ちすすぎますよねこのお二人がツイッターで互いにアドバイスを与えてレベルアップしていくとやばい未来があーでもなぜか小西さんが原口さんへリアクションしてるのをあまり見ないんだけどあれ小西さんは原口さんに対していい印象を持ってなかったりするのかな知らんけど。 まあ何せよ原口さんが小西さんに対してずっとエールを送っているそして原口さんがその間もずっと暴走しているのは皆さんねご存知だと思いますけどもこの原口さん小西さんのやりとり一方的なエールについて皆さんはいかがお考えでしょうかぜひともね皆さんの感想コメント欄でお伝えくださいではぜひともチャンネル登録高評価もお願いしますまたねちょっとお久しぶりですけども小西議員が馬場代表に対して訳のわからんスクショをね 手渡して激怒された件について報道されたことをお伝えした動画はこちらにまた小西議員が高市早苗大臣に対して「高市早苗大臣は小物だ」みたいなことを言ってバカにして謎の勝利宣言をしたことについて説明しました懐かしい動画をこちら側にまた原口さんがデマを拡散して暴走している件について解説した動画をこちら側にご用意していますのでご存じない動画がある方はぜひともね動画のチェックをしてみてください。 では、また次の動画でお会いしましょう。高評価もお願いしますね。バイバイ